長期は中華民国の政治家。中華民国臨時政府。南京国民政府の要人。字は随戦。長期と表記する例もあるが、誤りと見られる。学者の家庭に生まれる。私立陳東特科大学でドイツ語を習得する。卒業後の1901年、三島準慶長で翻訳官となった。1913年、ドイツに留学する。帰国後。 通羅ら鉄路工程局議士、祥子警察庁、ただし察庁、高等外交顧問を歴任する。1917年、流行省府,府局局長に昇格した。翌年4月、三島省参議となる。1925年、断基水の水挙により三河沖省府、ただし弁に転じ、まもなく総弁に昇格した。 1929年、辞職する。1938年1月10日、日本軍が陳太を占領すると、長期はこれに協力姿勢を示す。17日に、陳太を治安維持会会長。19日に、太を復興委員会会長にそれぞれ就任した。同年12月20日には、陳太を紅クラブ名誉会長となっている。1939年1月10日、 治安維持会の解散と同時に、陳貸を特別市市長に就任した。同年3月、中華民国臨時政府から正式に、賃貸市長に任命され、臨時政府委員を兼任している。翌1940年3月30日に、南京国民政府が成立しても、長期は、特別市長に留任し、河北政務委員会委員も兼任した。同年8月6日、 新民会陳太夫市総会委員長にも選出されている。1943年3月18日、陳太夫特別市市長を辞任、河北政務委員会委員の選任となった。王昌明政権崩壊以後における長期の消息は不明である。1948年5月8日、国民政府の三島省高等検察庁により財産の差し押さえを受けた。 最新品用人伝によれば、神道社交界では、その明朗な性格と社交手腕により、品の論等の相性があったという。ドイツ語は得意であったが、日本語はお愛嬌程度だったとされる。また、その学問を継いで、来週復死発刊を整理していた。長期、ありがとうございます。